石原家ならではの厳格なルールとかあったんですか？ルールないんだよ。まあ、自分で決めるぐらいですもんね。それってでもお父さんがルールを決めないっていうのを決めたんですか？いや、あのね、違うんだ、あのね。うちの親父はね、子供は自分の分身だと思うんですよね。自分だと思うんですよ。ほう。だからルールなんかなくても、なると。ああ、自分と同じように考えるから、別に何も言わなくてもいいだろうと。自分だと思うんですよ。すげえ。かっけえ。え、いつ頃でも、あ、自分と息子たちは違うんだってお父さん気づくんですか？気づかないよ。ずっと一緒だと思ってる。あ、そうなんだ。そうだよ。やっぱ変わってんな。孫は他人というか、孫は対象物。はいはい。あ、対象物。孫は対象物。はあ。奥さんももちろん対象物。だけど、子供は自分。へえ。じゃあ、すごいですね。孫ができるまではもう、そういう感じなんですね。石原裕次郎も多分自分だね。だったこと。ああ。うん、え、大丈夫ですか？その、吉住さんはちゃんとお子さん、そのなんか家族とかお子さんとか、ちゃんとその違う人格で。要するに、だからその、教育方針とかは、そんな、うん、あの、全部奥さん任せじゃないけど、奥さん任せというか、奥さんの言ってることが正しくて、俺が思ってることは全部間違いだっていうふうに思っていたら大丈夫。もう石原家の考え方おかしいっていうのはちょっと自覚があるんです。それはね、おかしい。はいはい。なんだろう、チャンネル登録とか、高評価するの、本当やめてもらっていいですかね。いやいや。黒雪、嘘つくのやめてもらっていいですか。